僕、親父がものすごい真面目な人で、板金塗装をもう40年ぐらいやってる、今で言うたら、もうほんまに家でも頑固という感じで、間違ったことあったら、バーンと平手打ちするという、本当に真面目な親父で、全然家族で旅行とか行ってくれなかったんですよ。で、夏休みや言うて、みんなはどっか行く、どっか行く言うて、僕もやっぱ羨ましいから、いや、お父さん、俺もちょっと家族どっか連れてってくれ、いう話をして、いや、あかん、そんなんあかんよっていうこと言われてたんですけども、あまりにも僕が言うから、分かったと。ほな、この夏、家族で、会社で旅行に行く。会社で社員旅行があるから、ほな、お前も分かった、それついてくる、来たらええやんかと。あ、やっと優しいことをやってくれたよなと思って、で、行ったんですよ。ほな、向こう、海があって、で、わーっと泳いだりして、わー楽しい、一人ですけども、もう、なんか海行ってることでテンション上がって、わーっとして楽しんかって、ほんで、それ夜も宴会になって、宴会で親父の隣でずっと飯とか食うて、みんながどんちゃんどんちゃんやってんのを、ああ、楽しそうやなー思って、その宴会が一段落ついたら、麻雀をしだしたんですよ。で、親父が一つの趣味でやって、麻雀をやってて、それも僕もまだテンション上がって寝れへんから、ずっと後ろで見てて、ほんで、親父が真剣にやってた他の社員の方が、あれ、川島さん、今日そういえば全然下ネタ言わないねって言い出してやって、あれってなって、ほな、他の、2人目ですが、そうだ、なんか足りないと思った、川島さん全然エロいこと言わないんだもん早く、ほら、早く、ほら、もう、マンズが出てます、マンズが親父が耳ばっかだって、あんな真面目で親父が、普段会社で何をやってんのよ僕実はあの滑らない話2回目でございまして、あ、2回目、はい、あの14年ぶりなんです。はい、で2005年に初めて出していただいてるんで、でその時14年前に出た時のちょっとお話をさせていただきたいんですけど、まあそうそうたるメンバーで大輔さんも星野さんも松本さんもジュニアさんも、それとケンコバさんとサバンナの高橋さんがいて、まあ僕出していただいてて、でまあわーっとみんなで喋って、でその後皆さんで打ち上げ、僕も連れて行っていただいて、皆さんでガーッつって、でご飯食べながら、ありがたいメンバーとテレビで見てた方々と、ああご飯食べてるわと思いながら、その後にもう一軒行こうって松本さんが言ってくれて、皆さんでなんかバーに行ったんですよ。でなんかね、お世辞にもちょっと綺麗なバーと言えない、なんかバスへのバーみたいな、もうどこやろ、結構ボロボロのバーだったんですよ、あ、こんなとこで皆さん飲まれるんだと思って、でも皆さんとおしゃべりできるのが嬉しくて、飲んでてんす、ボックスシートみたいでみんなでワイン乗って飲んでたら、松本さんが、お笑いってやっぱり演技力やと、この中で一番演技力あるの誰やろって言い出したんですよ。で怖い、なそれ、そんなんやってた全然覚えてないな、いや、みんなベロベロになってる時にまだこういうストイックなお話されるんだなとで一人ずつやってみようよと、でジュニアさんがテーマを出してくれたんですよ、これもみんなで表情でやろう、セリフじゃなくて表情で、甲子園、そいつのエラーで負けてしまった、そのエラーした瞬間の高校球児の顔っていうテーマでやろう、わかりました。でもこうジャッジするのが芸人やとちょっといささか不公平になるというかなんで、はいはい、その時のそのバーでカウンターでお二人のお姉さんが飲んでたんですよ、でこの二人の姉さんに全員の顔321で見てもらって、誰が一番その顔うまかったか、これ勝負しよう、全然覚えてない、マジで、なんかあったような気もするな、いや、やってるんですよ、ほいでお姉さん方も、あ、分かりましたっつって、急遽審査員にこうなったんですよで、僕一番若かったんで、じゃあ川島トップバッター行けって、で写真週刊誌で降格して321こって、こう悔しそうな顔するけど、うーんみたいな、いやちょっと考えすぎたんちゃうみたいな、あんま手応え良くなかったです。で次大輔さんあたりがやって、ああやっぱりうまいなみたいな、でジュニアさんがやって、ちょっと怖すぎひんかみたいな、で小葉さんもやって、ああすごいな、で高橋さんもやって、ああそういうパターンもあんねんなみたいなことを言ってて、次じゃあ最後松本さんってなった時に、松本さんいなかったんですよ、であれってなって、あれ松本さんどこ行きましたみたいな、あれでもそういえば結構前から見てないぞみたいになって、あれあれもしかしたらトイレで酔っ払って倒れてんちゃうかみたいになって、川島ちょっと見てこいってわーって開けてトイレガチャって開けたら、松本さん鏡に向かってめっちゃ練習してたんですよめちゃくちゃ練習してるじゃん。俺この人天才やと思ったんですね、兄ちゃん。めちゃくちゃ努力の人。この人。なんか死ぬ前に思い出すやろうなみたいな、なんか走馬灯でこれ見るやろうなみたいな景色って多分あるとは思うんですけど、僕それぐらいちょっと綺麗やったなっていう光景の話なんですけども、あのキリンとして若手で、大阪住んでる時代、枚方パークという。
うん、関西の人には誰もが知る、うん、はいはい、アミューズメントパークが、はい、でそこで2人でまだ初ロケぐらいの感じで行ったんです、うん、でも結局絶叫系とか乗って、うん、わーとかいうような、まあ、ベタなロケだったんです、うん、で相方の田村と2人でいろいろやるんですけど、ちょっとディレクターさんが厳しい方で、いや川島君はいいけど田村君もうちょっとリアクションしてもらえないかな、で、あ、はい、分かりました、まあ、いろんな乗り物4つぐらい乗るんですけど、ちょっと田村君なんか もうちょっとやってくれないみたいな、川島君みたいになんかコメント言うかもうガッとリアクションしてくれないみたいな、で結構ガンガン言われてて、最初は田村もはいって言ってたけど結構イライラしてきて、いや俺も一生懸命やってんだけどなみたいな、で最後の乗り物、これがメインなんですけど、あの逆バンジーという、それでその平方パークに新しくできました下から上にボーンとゴムの力でギューン上がるやつ、これ乗ってほしいと、でなんかどっちなのみたいな、あの田村がはい、言い返してください、うん、もう全部取り返します、俺に言い返してください、俺に一人でみたいな、でもカッカカッカなってて、テンション上がってて、あすごいな田村結果出してほしいな、うん、と思って もう本当にリアクション命かけようという感じで、もうハーネスつけて、こんな CCD みたいにつけて、よっしゃほらって感じで、じゃあ行きましょう10ぐらいで、地元の大阪のヤンキーみたいなのが、うん、ああああこれだってやっぱあれや、コンビの思えない方が乗るんやって絡んできたんですよ。あでもこうなってる時にそんなん言われたから、うわーなってバチン切れて、お前な一言言ったことはブシュンって上上がって一言言われんかったすごい綺麗でした、あんな切れながら打ち上げられるやつ初めて見て、綺麗な一瞬だあれって切ないな、でもな切ないんですよ、落ちた時にはいないからすっごい多分俺死ぬ前思い出すな、俺スローでシュバーってビヨンビヨン長いですね、惰性のビヨンビヨン長いですね、らしいっちゃらしいけどな、まあ寂しい話、持ってんな田村、田村持ってます、そろそろね、2019年あの映画ボヘミアン・ラプソディという映画が公開されて、もう大ブームになったじゃないですか、で僕はもともとクイーンが好きで、あの映画見てさらにまあ好きになって、まあなんか DVD とかブルーレイ出たら絶対買おうと、まあ映画はもうマジ映画館4回ぐらい見に行ったんですよ、ですごい好きで、ああと思って、ほんで夏ぐらいに結局ブルーレイが発売されます、あそうなん出てんねやと思って、久々に渋谷のタワーレコードさんに買いに行ったんですよ、ほらね、結構1階が広いんですけど、女子高生でギュウギュウやったんですよ、300人ぐらいの女子高生がブワーいて、ほで何やろうなと思ったら、なんか日本の女性と韓国の女性アイドルなんかユニットの8人組 の、 なんかそのアイドルユニットのデビューの日みたいな、ね、CD シングルの発売日みたいな、だからそのタワレコにもその方々の綺麗なお姉ちゃんのこうパネルがバーバー並んでて、それと女子高生がこうパネルと写真撮ったりして、もうすっごい盛り上がってそうで、ギューギューなってて、あでも俺ボヘミアン・ラプソディやしと思いながら、そこすり抜けていって4階の方まで行ったんですよ、ブルーレイそこ売ってるんで、ボヘミアン・ラプソディくださいって帰ったら、あこれあの特典がついてますと、これあの早期特典で勝った人にはフレディ・マーキュリーのポストカードがついてきますと、はい、で非売品ですと、でめちゃくちゃ嬉しいなと、あそうなんですか、ありがとうございますって、ポストカードいただけますかって言ったら、なんか引き換え券をくれたんですよ、レシート、この特典引き換え券をこう特典引き換えカウンターに持って行ってくれたら、あのこれでチェンジになりますんで、あそうですか、でどこにあるんですかと、結局1階なんですよ、1階に、まあ、元戻って、あフレディ・マーキュリーのポストカードもらえるんやと思って行ったら、結局またぎゅうぎゅうで、はい、そこが混んでたんですよ、特典引き換えカウンターがめっちゃ混んでて、そのアイドルさんのシングルを買えば誰のが当たるか分かんないですけど、ポストカードがもらえます、でそれでめっちゃ並んでたんですよ、だそうなんよ、うわめっちゃ時間もあれやけど、まあ30分ぐらい並んでもらえねえと、もらえ非売品やし、せっかくなもんはもらいたいなと思って、まあまあええか並ぼうかと思ってずっと並んでたんです、ギューッと女子高生で僕、まあ、おじさん一人こう並んでて、後ろもギューギューなってきて、30分ぐらい並んだら残り20人ぐらいになったんですよ、やったあと20人ぐらいなと思ってたら、なんかわーわー言うてんですよね、まあ、そのファンの子たちが、そのアイドルのファンの子たちが誰が出たかをめっちゃ見てるんですよ、前の人が誰が出たんかわーみたいなって、うわあの人出てるみたいな、あれ出る、あれあの人出る、えあの人のあんなポストカードもあるんやみたいな、うわーなってて、
やばいと俺違うから俺フレディ・マーキュリーいやめっちゃ見られんちゃうとか思いながらももう自分の番どん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 続いていきますからそう並んでほんで自分の番が来たんですよ案の定8人ぐらいがこう見てるんですよ、うん、何が出るの、うん、で渡したら向こうの引き換えの人ももうずっとアイドルのもんが来ると思ってるからいきなりボヘミアン・ラプソディのやつ来たからあ少々お待ちくださいみたいな奥行ったんですよ、うん、もう女子高生からしたらなんかすごいの出るレアなやつ出よったらええだろリアクションちゃうから店員が奥行ってとんでもないレアなやつ出るぜみたいになってお待たせしましたってパッと見るともうタンクトップヒゲおじさんじゃないですかそれがもう恥ずかしくてすぐ入れたんですけど女子高生がえ何あれヒゲ生えてなかったヒゲぶら下がしてね誰誰のレアみたいになってすっごい恥ずかしい思いしたっていう話ですもうめっちゃ恥ずかしいいや何にも恥ずかしないねんけど誰も悪くないですけどねあの目黒に住んでた時の話なんですけどまあお昼何の気なくテレビつけてたらなんかラーメン特集みたいなまあよくあるようなこんな美味しいラーメン東京でこんなありますよみたいなやってたんですほんでその中で一個なんかボロボロのラーメン屋さんまあちょっとお世辞も綺麗と言えへんような結構老舗のラーメンを紹介してたんですでここの担々麺が最高に美味しいですみたいなであうまそうやなで最後パンって地図が出たんですけどめっちゃ家の近所やったんですよでも住宅街やしそんなとこにラーメンあんねやんいつも結構そう4年ぐらい住んでたんですけどそんなとこ通ったことないからあほな今度行ってみようぐらいのまあ何気ないちょっとそんな感じで見てたんですよほんで、まあ、10日ぐらいして、あ、そういえばあのラーメン一回行ってみようと思って、仕事早終わった時に、そのお店が夕方5時から開店するんで、あそこ行ってみようと思って行って、4時50分ぐらいに着いたら、もう並んでるんですよ。やっぱテレビの影響で、みんな担々麺特集とかやってたから、すごいな、10日経ってみんな並んでんやん。で、僕で9人目ぐらい。で、横に、一番最高峰に、まあ、50ぐらいのサラリーマンのおっちゃんがこう並んでて、で、まあ、待ってたんですよ。サラリーマンおっちゃんが「これ担々麺美味しい店ですかね?」とか言ってくれて「あ僕もテレビで見ただけなんですけどあ楽しみですね」みたいなもう何気ない会話してほんで5時になったんですよ、5時になったらその60ぐらいの、まあ、大将が中華料理屋の大将がバーンって出てきて、もうのれんをこうかけるんですけど「あみたいな感じで入ってったんですよ、あんまりちょっと愛想よろしくないの、まあ別にうまかったらいいんやけどああみたいな感じでこれ入れってことなんですかねみたいな感じで10人がガッと入ってたんですよ。で中華料理はまあまあ結構ボロボロなんですけどカウンターしかないというでカウンターでちょうど10人入る、でちっちゃいんですけど結構中華のメニューがびっしり貼ってるような換気扇もちょっと油切ってるような、ちょっとまあ汚いけどうまそうやなみたいなところなんです。ほんであ何食おうかなでもまあ担々麺食いに来たし担々麺頼もうかなと思ったらその60の大将があんたらどうせ担々麺だろなあテレビで見たんだろ担々麺だよなみたいな態度なんですよ。ちょっとんとはなるじゃないですか、なんか天狗なってるんかまあでも担々麺食いに来たしなと思ってたら一人ずつに「あ担々麺だろなあ担々麺だろ」で言われたもん「あはい」みたいな「あはい」みたいなで僕の番だと「いやちょっと違うこと言いたいですけどやっぱほんまに担々麺食べたかったんではい担々麺でお願いします」みたいなで僕の横の50のサラリーマンの人に「あ担々麺だろ」っつったらこの人が「ホイコロって言ったんですよ。仕掛けたんですよ。仕掛けたんかな。仕掛けたんかなそれは。担々麺美味しそうせって言って言うてるもんな。こいつ生きよったと思う。レジスタンスですよ。生きよったこの人かっこええ。流されへんかったなって。ホイコロっての。ああみたいな感じで。で10分ぐらい待ってたらまあ担々麺はちゃっちゃちゃっていい作業でおじさん一人作ってくれるんですよ。で一人ずつにこう担々麺をこう渡していく。はいはいはいみたいなこんな感じで渡していく。ほんで僕の前にも来て、ああまあうまそうやな。スープ飲んで、まあ残念ながらめちゃくちゃうまかったですよ。ああほらまあうまいし、まあここまでの態度チャラにできるぐらいうまいなと思ってて、そっから5分後にホイコーロー定食がそのおじさんの前に来たんです。でホイコーローとご飯と中華スープでこれが来たんです。ああ確かあれめっちゃうまそうやな。次来たらこれ食べようかなと思ってて、そのサラリーマンのおちゃんがこうホイコーロー食べようとしたら、大将がおい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 待て待て待て、お食べ方あんだようちのホイコーロー、食うなお前みたいな、でこれ見てみろ、そしたらホイコーローのとこに食べ方ありって赤字で書いてあるんですよ。おいおいおい、うちの食べ方食べてくれよみたいな。いや
はってまた食べようとして、おいおい待て待て待て、食べ方あんだよ、うちの、うちの食べ方やってくれよみたいな、お前うちの食べ方知ってんのかっつったら、知ってるって、絶対嘘なんですよ、もう震えながらも知ってるで、イコちゃんおいおいみたいな、もうこっちも全員担々麺止まったままなんですよ60と50がほんまに喧嘩してるからやばいやばいってなって、おいみたいな、食うな食うな食うなみたいな、ほんでこれ後で分かったんですけど、ご飯と一緒に食べろっていうことらしいです、うん、ホイコーロー相当辛く味付けしてるんで、ご飯でご飯ごとホイコーロー行ってくれ、はいはい、それがそういう味付けしてるんで、その食べ方で行ってくれって言うんですけども、それをまあ全く知らんと意地だけで行こうとする、おいおい待て待て待て、うん、待て待て待て食うな、お前ホイコーローうち食べ方なんだよってずっとやって、ずみんな食べれず待ってて、それでまた行こうとするから大将が、おいじゃあうちのホイコーローの食べ方知ってるんだったら行ってみろよって言われて、うん、そのサラリーマンのちゃんが残さず食べることって言ったんですよ。めっちゃ怖いよな。すごい。間違ってもないし。すごい60の大将が。そうだよ。それがきっかけどうかわかんない。1年後すぐ潰れてた。分かんのかい。いやめっちゃうまい店だった。うまい店。滑らんな。まあ、短い話なんですけども、あの2020年になんか新しいこと始めたいなと思ってるところに、あの先輩の藤井隆さんが、川島君ちょっと歌を歌ってみないかと、今年は CD 出さない、僕がもう完全プロデュースして、自分の知り合いの人でほんまに本気のね、笑いなしの本気の歌歌ってくれない、あ全然あのやったことないですけどいいですか、で一個お願いしたのが歌とサックスをやってくれないかと、テナーサックスをやってくれない、僕ずっとなんか感覚なんだけど、川島君が歌いながらサックスを置いてまた歌うみたいな映画すっごく似合うと思うんだけど、で年末ぐらいになんかライブをやりたいからなんとかやってくれないかな、でも本当に楽器とかやったことないけど、ちょっと40歳になって新しいことちょっと始めたいなと思ってたんで、もう先輩がこんな言ってくれる先輩もいないから、分かりました、ちょっとできるだけやってみますみたいな、それで1月からプロのサックスの方が教えてくれると、で1対1とかで教えながら、まあ、それも YouTube でちょっと追いかけてもらいながら、本当贅沢なレッスンをこうやってたんですけど、まあ、ちょっとコロナになりまして、なかなかこう1対1でサックス吹き合うっていうこともこれできなくなってきて、でも一生懸命やってくれと先輩に言われたから、もう家で本当にサックスの中にこう布団とかね詰めて音鳴らんようにして、もうグーって指使いとかだけ練習して、で6月7月とかもずっとまあステイホームがあったんですけど、それを頑張ってやってたんですよ、でもしかしたらもう CD 収録レコーディングとかライブに向けてあるかどうか分かりませんけど、とりあえず一生懸命やろうと思って、ほんで9月にレコーディングの日が決まったと、でもその1曲だけをずっと練習して、それも作曲も堂島康平さんがやってくれて、作詞もね神田沙也加さんがやってくれて、すっごい曲を本当に用意してくれて、でレコーディングを一生懸命やって、なんとか1日であれ OK っていうのはまあまあ取れたんですよ、だよかったと思ってたら、11月に全部のライブ、これは CD を引っ提げてみんなで行きたかったんだけど、全部中止になったんだけど、1個だけそのライブ取り付けることができました、でそれがサンリオピューロランドですと、えっってなって、俺人生初サックス、そのキティちゃんとかのお膝元でやんのなかなかトリッキーなところが手挙げてくれた、でも他のライブとスタジオ全部もう中心中心だから、サンリオピューロランドさんだけがうちでやってやってくださいと、で、まあ、そのアルバムに参加してたのが僕もなんですけど、 RG とかフットボーラーの後藤さんとか、まあ、椿鬼奴さんとか、まあ、もうおなじみの面々もいながら、早見優さんとかもいてっていう、でそのアルバムのライブを1日だけやりましょう、でも人前でサックスなんかやったことないから、もう朝からガク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 震えて、楽屋でもうガタガタ震えながら、もう本当漫才とかの新ネタとはもう比べ物ならぐらいなんかめっちゃ緊張してたんですよ、やったことないから、ほんで出番が結構後ろだったんですけど、ギリギリまでずっと練習してたんですね、で川島さんそろそろですって言われて、分かりましたってギリギリまでやってたんですけど、外出たんですけど、どうやってステージまで行っていいか分かんなかったんですよ、楽屋からめっちゃ広くて、うわーって遠くて、いやこれやばいやばい、出番近づいてるのに、えこれサックス持ったまま衣装も着てるし、これ どこ行ったんどこ行ったんってなるけど、みんなはもうステージにいるから、えこれどこ行ったんってちょっと迷子になったんですよ、ほんならピューロランドの人が聞き化して、あこちらですこちらですって案内してくれて、あよかったって思って外出たら、マジのパレードの方出た、
マイメロディーみたいなとこバーンって出て何俺ってなってそうやけどいろいろマイメロディーとかキキララとかいるうちのめちゃくちゃ生身のおっさんが出てきて違いますこれじゃこれじゃないですあのステージの方ですあーってなってなんとか間に合ったんですじゃなかったけどちょっと張り切っちゃう。いやいやいやすごいよ、まあ、これも 5,6 年前の話でちょっとルミネの劇場で一人でボーッと座ってたら、花丸さんがなんか結構神妙な面持ちで入ってきたんですよ。で川島君ちょっとお願いがあるんだけどみたいな、はい、どうされましたか、ちょっとあの謝っといてくれないかなって言われて、何の話ですかって、で詳しく話を聞いたら、花丸さんがなんかフジテレビの方にあの細かすぎて伝わらないあのトンネルさんがやってた、あの番組のなんかまあネタ打ち合わせでフジテレビにガッと電車乗ってバッて行かはったんですよ、まあ、入るとどうにかで出てくる、バッて出てくる人がいて、それがズンのヤスさんやったんですよ、はい、でヤスさんがワッて出てきたんで、あの花丸さんの方が先輩やから、えいって言ったんですよ、ほな